シティガーデン新潟。シティガーデン新潟2014フラワーファッションフェスト。ただいま開催中のフラワーファッションフェストではファッションコンテストを展開。公式ウェブサイトに人気ショップスタッフが登場して最新スナップを披露。皆さんの投票でグランプリが決定。ビルボードプレイス3階ラ・トータリターベックタシケント店の宮沢志保です。程よいトレンド感とエレガンスを軸に今の気分と遊び心を取り入れたエフォートレスエレガンスを提案します。このファッションコンテストを通してより多くの方にラ・トータリターベックタシケントを知っていただけるように頑張ります。応援よろしくお願いします。バンダイビルボードプレイス3階ジョンブルプライベートラボミゼ新潟店田中まさみです。今回は今季イチオシのタイトスカートを主役にモノトーンでまとめつつ T シャツで遊び心をプラスしました。皆さん投票お願いいたします。ビルボードプレイス3階ジョンブルプライベートラボの新潟店の石澤です。昨年10月にオープンしたばかりのお店です。ぜひ投票お願いいたします。ビルボードプレイス3階ボイコットのケラです。春夏もの続々入荷中ですが、なんと FM ケント聞いたよとお申し付けくだされば店内商品すべて 10% オフ。ぜひ遊びにいらしてください。フラワーファッションフェストの投票もよろしくお願いします。ビルボードプレイス2階マリンフランセーズの近藤かなです。オリジナルコモンプリントのパンツを主役にした春らしく爽やかなコーディネートです。投票よろしくお願いします。ビルボードプレイス2階白の伊藤です。春色カラーが揃いました。他にない白らしいカラーを着てお出かけしましょう。ファッションコンテスト頑張りますので、投票よろしくお願いします。バンダイビルボードプレイス1階トゥモローランドの樺沢です。今シーズントレンドのショートトップスとライトなカラーでのこの春おすすめのスタイリングです。投票よろしくお願いします。ビルボードプレイス2階スピック&スパンの八千です。スピック&スパンではシンプルベーシックスタイルを軸にトレンドアイテムを組み合わせ大人なカジュアルスタイルを提案しています。ミニマルで着心地の良いオリジナルウェアと世界各国のセレクトされたインポートアイテムが揃っています。皆さんに選んでいただけるようスピックらしいスタイリングでコーディネートしたいと思います。応援よろしくお願いします。バンダイビルボードプレイス2階ビーミングライフストアバイビームスの阿部です。春アイテムが一目でわかるタブロイド紙を配布しております。ぜひお立ち寄りください。投票よろしくお願いします。ビルボードプレイス3階テチチの中田です。テチチには可愛い大人のためのオンスタイルもナチュラルなデイリーユーススタイルも両方揃っています。ぜひ遊びにいらしてください。皆様から可愛いと思っていただけるスタイルを発信していけるように頑張ります。投票お願いいたします。バンダイシティビルボードプレイス3階モルガンオムの小野里俊です。ショップのコンセプトとしてポップでシックキュートでセクシー着るだけで誰もがハッピーになれるようなモルガンオムにしかできないジェンダーフリーなラインナップを揃えてており、トレンドを抑えかつさりげないデザインのアイテムを提案しています。大人の着こなしでコンテスト1位を取りますので、皆様聞き置き1票お待ちしてます。ビルボードプレイス2階ページボーイカーネリアン店の佐藤です。今季トレンドのオフィシャルコーデにアクセントとしてイエローの小物で揃えてみました。投票よろしくお願いいたします。バンダイシティビルボードプレイス4階エーグル新潟店の斉藤です。エーグルはフランスパリのライフスタイルブランドです。おしゃれなラバーブーツをはじめ機能性抜群のタウンユースウェアをレディースメンズで揃えております。ぜひご来店ください。今回のコーディネートのポイントはアウターです。カラーリングがとてもかっこいいのでぜひ見てもらえたらと思います。投票よろしくお願いします。バンダイビルボードプレイスメンズビーファースト新潟店の山田と申します。お店は今回春夏はリゾートをテーマにカラフルな色使いと、花柄を中心とした男性からも女性からも爽やかに見られるようなテイストの商品を、多く扱ってます。シューズなんか雑貨もかなり多いのでぜひ、ご覧になりに来てください。今回のファッションコンテストではテーマに沿った形の、花柄のファッションを使ってるんですが、ぜひ1票いただければ嬉しいです。よろしくお願いいたします。
新潟ビルボードプレイス2階アクアガールの渡部です。アクアガールの今シーズンのテーマは性グラフィックです。豊かな時代のアメリカ社会を象徴するポップアートをキーワードに、パワフルでエレガントなクロスオーバースタイルを提案します。ファッションコンテストではアクアガールらしくモードを楽しんだスタイルで1位を取りたいです。応援よろしくお願いいたします。バンダイビルボードプレイス1階クルナソングの樋口真理奈です。4月に入りインポートウェアも充実しております。数少ないお気に入りを1枚探してみてはいかがでしょうか。可愛いお洋服はどこにも負けません。皆さん1票よろしくお願いします。ビルボードプレイス4階、レイジブル新潟ビルボード店の店長の晴山です。難しいことは抜きに、暖かくなってきたのでワクワクするこの気持ちを外に持って出て、ファッションを楽しみにビルボードプレイスまで来てください。ズバリこの春おすすめしているカラーは、ホワイト、このホワイトをどう使いこなすかってところがポイントだと思ってます。はい、ビルボードプレイスで、一番おしゃれだぞって言われるようなコーディネートを考えていきたいと思います。ぜひ投票お願いいたします。ビルボードプレイス2 1階、グストのタンジです。イタリアのカジュアルブランドディーゼル、コレクションラインディーゼルブラックゴールドを取り扱うメンズレディースのセレクトショップです。ファッションコンテストを通してディーゼルの商品コーディネートなどを一人でも多くの人に見ていただき、この機会に足を運んでもらえればと思っております。投票の方よろしくお願いいたします。人気ショップスタッフが登場する最新スナップは毎週追加。投票最終日となる4月29日にはバンダイフルマチュを花で彩るスペシャルイベントも開催。木下ココ、アミアや住岡里奈など豪華ゲストも登場。詳しくは FFF 新潟で検索。シティガーデン新潟。